おはようございます。築地の天狗の魚チャンネル、いらっしゃいませ。今日のテーマこちら、赤貝。というわけで、今日も後輩の森役が来てます。はい、どうも。はい、今日もタダで美味しいものを食べに行ってました。はい、いいなお前。まあ今日はですね、はい、この赤貝です。まあご家庭でさばくことっていうのはあんまないかもしれない、知れないですけど、まあ今日はこの最高級の閖上産の赤貝をお前に食べさせてやろうかなって思って。ありがとうございます。皆さんはこれを見てお腹空かしてくださいね。じゃあ赤貝開けていきます。で、まず使うのはあの貝むき。まあない人はあのバターナイフとかあのハンバーグナイフとかああいう普通の包丁みたいなの刃がないやつで、まあ危険だからやってください。まずこの付け根のところ、これをここでちょっとずらします。ずらす、うん、ずらしてこっからで柱があるんでそれを切ります。これでこの貝に沿わせて沿わせてこういう感じで剥がしてやるとこういう感じ、中身がプルンと出てる、うん、でこうやって柱切ってここの紐を沿わせて、これをこう中に行っちゃうと紐とかあの身が傷ついちゃうんで、そうならないようにこれを取り出す。綺麗、うん、もう一回同じ感じでこうずらします。うん、でこっちから入れてやって、で縁を沿わす感じで開けてやる。もう一回こうやって縁を反らして、これも初心者でも簡単に取れます。で中にはね、殻はねあの薄かったり割れてたりする場合があるから、その場合はね、うん、そっちもやっとくか。こうやって割れてたりこうするとバキッて割っちゃったりするの。その場合はここから中から、あ割れちゃった。まあここまで開ける必要もないんだけど、ここから中の方からこう柱を切ってやる。でそれでパカンと開けてあげて、でこの紐をきれいに取ってあげて、うん、ここまでするとさっきと同じようにこうやって沿わしてやる感じ。こんな感じです。まずはこの身の方とこの紐、はい、これを外してやる。ちょっとここに包丁入れてあげて、こうすると簡単に外れる。うん、ここもこう開いてあげて、でここがくっついてるからここに少し包丁入れてある。そうするとこうやってきれいに取れるから、で外してあげる。ちょっと切っちゃえばもう手でつる。そうここもこう少し入れてあげて、わちょっと切れちゃった。よいしょ。でここからお作りに行くんですけど、こうじゃない、ここの方から入れていきます。入れてあげて開いてあげる。でここに内臓があるから、はい、内臓を削いであげる。こっちも同じ、内臓を削いであげる感じ。でちょっとここかっこ悪いところがあるんです。こっちは。でこっちも同じ。このね、つながってた、蝶つがいつながってた方の方、まあ、このビラビラっていう感じじゃない方のところから入れてあげて、で、この内臓を取ってあげる。で、これ、今のこの貝は今ないけど、このオレンジ色のやつが入ってる時は、え、なんですか、うん、それは卵なのね。卵？うん。で、卵は、あの貝毒を持ってるから、それはきれいに本当にきれいに取ってやる。毒あるんですか。うん、でちょっとこういうふうに残っちゃったところはこう包丁の背とかこの包丁の先の方でこう削って取ってやる。うん、こんな感じ。開いて同じ感じで、うん、この肝は食えないやつなんですか。
あ、肝もね、食えないこともないけど、うん、うん、あんまり使わないね、うん、使う場合はちょっとあの綺麗に取ってボイルして使うみたいだけど、あんまりそんなに使わない。うん、で今度はこっちの紐、これがあのよ、あのいわゆるあの赤貝の紐、貝紐とかね、あのお寿司屋さんとかでもありますよね、うん、この最初にひだのところを取ってあげて、でこのつまみにいっちゃいいやつ、うん、そうでこうここの柱のところを沿わせて、この内臓のみたいな部分を取ってやる、でここのこのところを取ってあげて、この紐だけと柱だけの状態にしてあげる。これももう一回やっちゃう。開いてこの薄い膜があるから、これを全部取ってあげる。膜を切るって感じなんですね。でこの柱のところについたこれも取ってあげて、で最後にまた同じように右と左。まあこれもまあ、普通にあの出てくるあの貝もみたいな、に甘辛く煮てあの食べてもいいし、あの刺身でもいいし、まあ、鮮度が良ければ刺身で、うん、はい、いいんで。刺身か。うん。まあ、あの甘辛く煮た方がやっぱ美味しいっていう人は多いから、それでもいい。酒飲みは多分そっちですよね、うん、でこれでちょっと出来上がり。おでそのさっき言った感じで、あの貝毒がある場合があるんで、この赤貝は作った後に塩で、塩か、うん、よくマヨケ的な意味ですね、うん、いや違う違う、違う、ね、あのマヨケなんてわざわざするかここでこうやってまああの消毒じゃないけど、こういう風にやって、はい、でさで塩でよく揉んだのをさあと水で洗ってあげる、うん、でさっきのやつをねこうやってあれピターンってするとちょっとねムリムリムリって息がいいと動くから、おお、うん、お寿司屋さんでも出る状態ですね。そうそうそう、これがお寿司屋さんで出る状態ね。本当はあのここにちょんちょんちょんって入れてこうビラーってあの蝶々みたいにしたりもするんだけど、でこれをあとは盛り付けるだけ。はい、できました。赤貝のお作りです。さあできました、赤貝のお作りです。めちゃめちゃ美味しそうじゃないですかこれじゃあ早速どうぞ。いいですか、うん、すいません、いただきます。はい、召し上がれ。じゃあ先に身の方からいただきます、うん、うおーすげー。じゃあいただきます。うんうん、うまいシンプルに出たね。うまい、コリコリしてる。あ、まあさっきまであの生きてた貝だから、うん、まあ、食感もいいと思うし、で味めっちゃ濃いっすね、うん、やっぱね香りがあるあの貝だし、これゆりあげさんっていうのはもう本当にあの香りが強いのね、うん、この赤貝の香りが強くて本当に美味しいの。めっちゃうまいさ、うん、醤油ちょっといらないくらいっすね、うんうん、まあそうだね、味濃いな。じゃあ次ちょっと、うん、紐の方もいただいちゃいますね。すげえ。じゃあこっちも醤油いらないかな。いただきます。はい。おお、あーうまいあのこっちはこっちでめっちゃうまい、新鮮で、まあ、鮮度がいいから、はい、うん、まあこっちとやっぱ食感も違うし、また、うん、あの味も違うから、これはこれであの楽しめると思う。美味しい、ビール欲しい持ってくればよかったな。いやーでもめちゃめちゃ美味しいです、うん、いやもうこれはもう本当に大満足です、うん、超美味しいです。じゃあごちそうさまです。ありがとうございます。はい、というわけでですね、今日は赤貝をさばいてみました。まあ本当にご家庭でさばいて召し上がるってことは少ないかもしれないですけど、まあこれを機にあのそんなにねやり方を覚えるは難しい貝でもないので、あのぜひこれこの機会にあの試してみてください。そしてよければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは今日はここまで、毎度ありがとうございました。